こんにちは、末広です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画は、カクテルパーティー効果とは、人は無意識に必要な情報を聞き分けているについて説明していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ではまず、カクテルパーティー効果とは、大勢の集まるパーティー会場でたくさんの人がいろんな会話をしています。その会話すべてを処理することは、たとえ聖徳太子しても不可能ですよね。しかし、その中で自分の名前を呼ばれたり、自分の興味のあるキーワードが聞こえたり、自分に該当する内容が聞こえた時に反応することを、カクテルパーティー効果と言いますね。人は無意識に必要な情報を聞き分けている。人は誰しも無意識に自分に必要な情報を聞き分けていると言われています。要するに、カクテルパーティー効果とは、心理的に自分に必要かどうかを無意識に順位付けしているということですね。まあ別名ですね、地獄耳の効果とも言われているそうです。ではマーケティングで生かすには、カクテルパーティー効果を、メルマガやセールスページ等のマーケティングに生かすにはってことですね。まあ、必要な情報を優先する心理を生かし、ターゲットを絞るってことですね。まあ、まず性別とかですね、年齢、職業、所属先、居住地、まあ、身体的特徴とかですね、まあ、名前ですね、読者の名前とか、これはですね、メルマガやセールスページを作る前にですね、ターゲットを絞っておくということですね。最初からですね、ターゲットを絞った方がですね、商品を売りやすくなるということですね。ではターゲットを絞ると引き込まれる。まず1、この動画を見ている皆さんに大切なお知らせです。2、この動画を見ているあなたに大切なお知らせです。まあ、1より2の方がですね、気になりませんかってことですけど、そうですね、あなたって言われた方が、この動画を見てる、もしくはセールスレターを見てる時にね、ちょっとおっとか、ちょっとドキッとしますよね。メルマガやセールスレター、広告等の文章には、大勢に問いかけるのではなく、特定の個人に問いかけるような内容にすることが大切ってことですね。その方がですね、この読者に刺さるってことですね。コピーライティングの世界以外にもってことですけど、カクテルパーティー効果はコピーライティングのテクニックでもありますが、別のあるものにも使われています。それはヒットソングです。まあ、世の中でヒットする曲は、万人向けに書かれた歌詞ではなく、たった一人に向けて書かれた歌詞だそうですね。これ意外だったんですけど、まあでも大体曲を聴くときってですね、一人で聴きますからね。その歌詞がですね、自分に問いかけられてる、なんか自分のことを言われてるような感じがすると、まあ、共感を持つってことですよね。まあ、それでヒットするってことですね。はい、ではカクテルパーティー効果のまとめです。人は誰しも無意識に自分に必要な情報を聞き分けていると言われています。要するに、心理的に自分に必要かどうかを無意識に順位付けしているってことですね。まあ、別名、地獄耳効果とも言われています。マーケティングに生かすことでターゲットを絞ることができるということですね。コピーライティングの心理的テクニックでもあるということですね。で、世の中のヒットソングもカクテルパーティー効果が使われているということですね。はい、以上がカクテルパーティー効果のまとめでした。今回の動画を参考にしてですね、あなたもこのカクテルパーティー効果をですね、マーケティングに生かして、ターゲットを絞ってですね、あなたのメルマガやセールスレターに役立ててください。はい、本日の動画は以上です。どうもありがとうございました。